聞き酒会聞き酒とは酒の品質を判定すること。本校では日本酒の聞き酒について述べる。本来は酒蔵において酒質が出荷できる品質を満たしているかをチェックするための官能検査であるが、居酒屋や主販店が聞き酒会と称して単に酒の味見をすることにも使われ、またその能力を競う協議会も開かれるようになった。 フードビジネスの世界ではワインにおけるソムリエのように客の好みに合わせたアドバイスを行い食べ物との相性を知るためにも必要な技術である。ワインテイスティングや焼酎についても聞き酒と呼ばれることがある。古くは日本初期に歌われているように聞き酒は古来から行われていた。聞き酒という言葉は室町時代後期には専門語化されており聞き酒によって 酒の値段が決められていた。利き口、通称、ジャの目と呼ばれる。白地で底面に二重の紺色の同心円が描かれた、陶製の容器を用いる。プロは、生二号入る大ぶりのものを使用する。チェックポイントは色、香り、味の3点。チョコに酒を8分目ほど注ぎ、外観を見る。白地の部分で色を見、藍色と白地の境目で透明度を見る。 新しいものは青みがかり、古いものは黄色みがかる。赤いものは鉄分を含んでいるので良くない。透明度が高いものは炭素による、露化率が高いため、風味も淡い場合が多い。次に花をゆっくり近づけていき、香りを聞く。金城香、果物香のような良いものと、袋香、フーゼル輸出、追い猫、生老猫、け香、木香など、 マイナスポイントをチェックする。少量を口に入れ、舌の上で転がして味を見る。口先から空気を吸い込み、鼻に抜いて香りも見る。その後吐き出し、後味を見る。喉越しを見る場合は飲み込むこともあるが大量に効くことはできない。一般にワインのテイスティングが、加点法で評価されるのに対し、日本酒の効き酒は基本的に減点法である。 このシステムが、例えば、かつて、色のついた酒は減点といった評価基準から、色も旨味も抜けるだけ抜いた酒ばかり作られた流行の原因であるとして、批判の対象としている種類評論家も多い。複数の日本酒を用意し、一方にという風に並べ、もう一方に同じ酒を、A、B、C と順番を変えて並べる。まず片方の列をすべて聞き、 次にもう一方の列も聞いて一致するものを当てる。大抵は5種類程度だが、全国聞き酒選手権では11種類もの銘柄が並べられ、すべて一致する確率は、数学的には4000万分の1以下となる。民間団体である、日本酒サービス研究会、酒匠研究会連合会が、聞き酒け酒及び、酒匠の資格認定を行っている。 聞き酒師は20歳以上であれば、誰でも受けられ、同会の主催する講習会を受講した後、筆記、実技の試験に合格すれば、認定を受けられる。酒匠はより上位の資格で、聞き酒師や小中アドバイザーといった資格を、すでに保有していることが、受験資格となる。内容的には、テイスティング能力がより重視され、日本酒の伝道者たることが求められる。 ありがとうございます。